秋月さん、アールグレイとアッサムティーをお願い。わかりました、すぐに。カップの温めは私がやっておくから、よろしくお願いします。何？いえ、夏目さん楽しそうですね。あ、そう？でもまあそうかもね。願った通り店をオープンできて、お客さんもたくさん来てくれて、笑顔で喜んでくれてるんだから、たくさんの人の助けになってると思います。だとしたら嬉しい。ただ、何？いえ、何でもありません。そこで止められたら逆に気になるんだけど。こんなものかな。よし、明日の準備はこれぐらいで十分。そろそろ上がろうか。そうならありがたく。お疲れ様。よかった、まだいてくれたんですね。ちょっと付き合ってもらえませんか？そんなにお手間は取らせません。すぐそこですから。付き合ってもらってすみません。それが本来のお仕事ですから、カフェの合間などにちょこちょこと。店に引き寄せられている蝶もいますしね。はい、ありがたいことに。とはいえ、問題がないわけではありません。高峰さん、悩んでますよね。嘘つき。たくさんの人を見てきた死神としてはわかるんです。適当に言ってるわけじゃありません。何を悩んでいるんですか？お店の方は順調で、鈴音さんも夏目さんも楽しそうに働いていると思うんですけど。うん。はは。なら、悩むではなく落ち込んでる原因は、ケーキが評判で注文がケーキばかりになっていることですか？自分が役に立ってない、そんな風に考えているわけですね。高峰さんが分かりやすいんですよ。注文がないわけじゃありませんよね。暇してるってわけでもないと思うんですけど、そんなに忙しく働きたいんですか？そういうのは考えたところで仕方ないと思いますけどね。そもそも論で言うなら、高峰さんがいなかったら鈴音さんもおらず、お店だってオープンさせられなかったはずですよ。とにかく決めつけるのは時期尚早です。あまりマイナス思考に陥らない方がいいですよ。ましてや、やっぱり自分は無理だったとか、この店を辞めた方がいいのかもしれないなんて考えるのはもってのほかです。高峰さん、自分の立場が危ういことをまさか忘れてはいませんよね。前にも言いましたが、いつ神の裁定が下るか分かりませんからね。高峰さんは本気で取り組んで努力をしてきました。その気持ちはちゃんとお客さんにも伝わりますよ。今はまだオープンして間もないだけ。ふてくされたりせず、もう少し本気で向き合い続ければ状況も変わります。心配しなくても、きっと大丈夫です。それは内緒です。はい、また明日。前にも言いましたが、いつ神の裁定が下るか分かりませんからね。おい君、こんな夜中に何を叫んでいるんだ。しかも意味不明なこと。ちょっと怪しいな。交番まで来てくれるか。そこで話を聞こう。わけのわからんことを。君、薬でもやってるんじゃないだろうね。とにかく調べさせてもらうよ。交番まで来なさい。カフェステラと死神の蝶。オーダー入ります。BLT サンドと半熟オムライスをお願いします。任せるけど、サンドイッチは私がやる？そうならよろしく。すごい元気ですね。いや、まあやる気があるのはいいことだし、問題はないけどね。なんかぶつくさ言ってるのが怖くてさ。かけるのもちょっと怖いですね。仕事はきっちりしてくれるから余計にね。何のことだ？我が輩は何も知らんぞ。そんなくだらんことをするほど我が輩も暇ではない。とはいえ、もしそこまでのことが起こったとなると、本当に神からの忠告やもしれんがな。夢夢忘れぬことだ。あ、ケーキの方はどう？今日はザッハトルテがよく出てますよ。今の BLT サンドのお客さんも食後はザッハトルテのオーダーでした。ザッハトルテか。数を正確に予測するのはやっぱり難しいね。その日の流れもありますからね。完璧に読むのは無理ですよ。こればっかりはしょうがない。あ、そうだ。そのオーダーが終わったら、次はベーコンと卵のお手軽チャーハンを半人前お願いします。メニューには載ってないオーダーにも柔軟に対応してこそ一流のレストランです。この後休憩なんで何か食べたいなーなんて。ダメ？ダメですか？